こんにちは、ブルーコースです。ということで続きやっていきましょうか。メアリアストーリーというわけで、新しい仲間パレッタちゃんを捕まえたので早速飛んでみましょう。あ、パッタのパッタ、ほんとね、このね、パレッタちゃんがいるとギリギリ崖の上を飛んでくよーっていう感じのやつなんでね。まあそんな感じでどん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 楽しんでやっていきましょうか。チャーチャ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 パッ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 パー、こっちだったっけ。わお、あー、やばい、痛い痛い、安い、ちょっと待って、こいつと今戦っても何の意味もないということで、逃げろ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 、ピューン。あー、コインだー、めっちゃコイン減るじゃん。シュイッと、で、ここは普通に飛んでいくのかな。ババ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 、はーい、はっ、私に話しかけて、わー、嬉しいです、感激です。まあ、こんなところに花が咲いてるっていうことも恐ろしく珍しいことだと思いますもんね。で、とりあえずこんだけかな。じゃあそのまま続きやっていきましょう。ピュン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 、こんな動画の最後に、あー、これガジェットさんだった、あの人にコメントを拾っていただいたりですね。まあそれから、あれでもちょっと待って、手紙拾ったところにさ、パレッタでいけるとこ、追加でパレッタちゃんでいけるところなかったっけ。ちょーっと待って、ちょっと待って、冬、とりあえず砂漠を抜けるところまでは少なくとも行きたい。ピリーン、こっちには行け、一応行けるんだ、一応行けるけど、まあ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 、ちょいっとパレッタで行けるところあったっけな。もうちょっとね、記憶が曖昧の好きなんだよね。こっちこっちこっち、ちょろちょちょちょー、滑り台で滑ります。ひゅー、さあついてこい、ぐえで、他にはひゅー、一回取ったアイテムはもう拾いナッシングになっちまうからね、そこがちょっとあれだよね。あ、やっぱいけるね。パパ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 、あ、星のかけらか。ちなみに、です、どういうこと。あー、こいつどうしようかな。まあいいや、もうめんどくせえや、仲間チェンジするのもめんどくせえしな。逃げろ、コインくらいくれてやら、さよならヒュー。この A ボタンも押さなくてもよかったんじゃねえ説があるな。で、星の器か。星の器はあれですよ、スキマスイッチですよ。じゃん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 、私たちの結婚式の最後のエンディングテーマで歌ったやつですね。誰も興味ないわ、ぷいぷい。じゃあ先進んでいって、レモンライムを吸って、チュー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 。のこじろうのさ、あのミッションってやっぱやってた方がいいのかな。そこら辺がね、あんまね、なんかほら、ゴールドカード手に入ったりとかってもあるけどさ、前回パートでさ、超溶かしたじゃん、俺。だからもうなんか、普通にさ、センスがねえやって思って、やめといた方がいいんじゃないかなと思うんだよね。なんかすげえ見つめられてる。こいつは帰りしばきます。おい、そこでおめえ、ちょっと待て、どっかで見たような顔だが。これどこの方言なんだろうね、知らないんだよな。しかも手配書を見ないといけない。まあね、あの鳥類はあの頭が弱いということで有名でございますからね。ダチョウなんかさ、おいおめえ、クッパ様からもらってる芝居魔王じゃ似てるだよ。おめえ名前なんつうだ。ピーチ姫でございます。そうか、よく似てるなら人違いだって、とっていべしっしって飛びながらそんなしっしってできるのか、すごい器用だねお前さん。まあ帰りにどついてやったら覚悟しな。まあ、レベル2くらいは上がってるでしょ、多分ね。ちゃっちゃー、ちゃかっちゃ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 ー、ちゃらちゃっちゃっちゃらちゃー。1個回復、で、セーブポインティーがあるはずだから、そう。そう、ダチョウなんかさ、もうクソみたいな頭してるらしくってね。何かっていうと、おー。まあ、いや、後で喋ろう。覚えてたら、よー、こんにちは、よい旅をしてるかね、私、世界中冒険旅行、チャールズ。この私のアラビアサバーク、アラビアンな水石を探してる、この時間がカラカラ、チャーン、手伝い、情報を集めさせて、いや、よいよ、とわけん冒険始まるで。チャールズさんですね、私、パレッタという手紙運ぶ仕事しまうので、ちょっと待ってください。奥さんからのブチギレかな。いやいや、これは妻からのでもありがとう。これが何よりも励みある。そうだ、俺にこいつあげよう、この前、あつさんも調査して見つけた方が、なんもないのか。ロマン、マロンを感じるんです。よいしょ、ちょ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 、こいつ、めんどくさいからな。もう、スッスッスッと逃げていきましょう。スッスッスッ、もう、スッ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 
しかも3匹も嫌がる。どうしよう。ああ、しまったな。てい。パレッタシュートは、ああ、こうやっていけんのね。バッシュ、オッケー、シュル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 。豪華、なかなかやるよ。あ、ちょ、痛い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 。仲間呼びやがったー。生えてきます。じゃあ、ほい、ピッ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 。オッケー、あ、シュル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 。じゃあ、パレットシュート。あちょー、頭の点ぶち抜きんたまー。また呼ぶのかよ、めんどくせえな。生えてくんじゃないわよ。チュ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 反射神経で生きているようなせ、おう、カラカラのみ、あ、HP、めっちゃ回復すんじゃん。そうなったら、キノコいらないかな。よいしょ。そう。なのでね、例えば、天敵に襲われて、今にも食われそうですっていうようなタイミングになった時には、あれらしいっすわ。逃げずに、その場で頭だけ入る穴を掘って、逃げ散らかすっていうね。全然逃げれてないんだけど、酔うたびの人、俺も食べるとしてさ、もうちょっとで終わり。ああ、まだあるか。ああ、こいつ大嫌い。しかもめっちゃいるわん。めっちゃいるわん。え、どうしようかな。眠れ、良いことで眠るから。ねんねー、わあ。昔はさ、羊を数えるとなんで寝るのかなっていうのが全く分かんなかったんだけどね。今になったらちょっと分かるかもしんない。よいしょー、オッケー。あ、ちょっ。ちゃ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 。プッ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 プ。ほら、スリープとさ、シープってちょっと似てるやん。まだ生きとんかーい。仲間チェンジ。じゃあクリオ。オッケー。どうしようかな。おピンコ体力5か、めんどくせえな。あ、でも3くれる、結構便利。モノスイリー、コインを10枚も盗んでいくんだ。最大 HP は5、攻撃力は2。こっそり忍び寄ってきていきなりぶつかってくるからね。コイン盗まれても攻撃してもダメージを与えれば取り戻せるよう、逃げられないうちにやっつけよう。起きたターンは攻撃しないよね。オッケーオッケーオッケー。ってことは、とりあえずガツっとくか。ガツーンからの、頭突き、くる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 。3部よりくれるじゃん、普通に。オッケー、いかん。ナイスで防御、いいね。あー、返せー、俺のお金返せー。てめえ、この野郎ぶち殺してっか、ってやらばって、返せ返せ返せー。コイン、コインだけに。コイン、コイン、走って行け。ほら、カッキー。ってことで、はい、よいしょ。よいしょ、オッケー。はい、お金返して、で、クリオ続き。まあ、次のターンで終わりだね。よいしょ、課金。こいつ一回も結局盗めなかったな。かわいそうに、どんまい。まあ、そういうこともあるよ。まあ、人生、足洗ってさ、そんな、人のお金を盗むんじゃなくてさ、しっかり働きなよ。俺みたいに。俺のこの YouTube だってさ、立派なビジネスだからな。うん、おかげさまでいろんな方にご視聴いただいてるおかげでさ、本当にもうちゃんとお金稼げてるから、これでも。本当に、1週間のランチ分くらいは稼げてるから、1ヶ月かけてね。1ヶ月かけて、1ヶ月かけて1週間のランチ代くらいは稼げてるって感じだから。どこ、だって、ぐえ、うわ、しかもこれもう、ここら辺多いな。あ、そっか。ちょっと待ってね。物知りだけして、サボテンのお化け3個だよ。お化けなんだ、これ。頭踏むと気をつけてね。仲間呼ぶことまで厄介な。とにかく刺すでやっつけちゃおう。くるっとで、会いに行けます。あちょ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 。ヒュン。もうフラワーもあんまりないからね。あ、あった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 。あー、ちょっと待って、なんかあるの。
ティティトリアン。あ、もう降ってこないか。ドンマイ。で、ここになんかなかったっけ。あったあったあった。これどうしようかな。こいつどうしようか。スーパーブロック。仲間を一人ランクアップできます。まあ、ただな、攻撃力アップっていう意味でいくとな。でも普通にクリクリちゃんかな。仲間はランクアップさせます。一気にね、あの攻撃力が倍になるからね。マリオよりも強くなります。ほんで、あ、これまだ下行けるんだね。てか、あの、いまだにこの砂漠を完全攻略した記憶が実はあまりないっていうね。レモン、じゃあとりあえずレモンいらないかな。ライムとかさ、レモンとかも取っても普通にあれなのかな。いい、残念でした。あの、普通にフレッシュジュースになるだけなのかね。ということで、こっちメインストーリー進めていきます。パパ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 パ、お邪魔します。サボテンはサボテンはだからなんだって話なんだな。しなびたキノコ、しなびた、じゃあなんかから、あ、何だっけ、しなびたキノコ、しなびた、しなびたキノコってあれだな、多分あの、やめとこう。あまり隠語というかさ、それさ、もうエロい言葉言いすぎたらダメだよね。僕、私に何か言おうかよ。私の仕事は作曲家、歌を作るのが、はぁ、特に素敵な詩はないかな、素敵な詩、曲を作りたいのだ。詩があったら曲を作るタイプなのね。あの、作曲とさ、作詞ってさ、どっちが先でどっちが後の方がいいんだろうな。めっちゃボンテッド。あ、ちょ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 、勝手に行かない、勝手に行かない。じゃ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 なんでかわかんないけど、やっちまった。よいしょ。で、ハロー、ご機嫌いか、楽器歌のまじないし、ピッキーンかけてみましょう。あなたが選ぶ、あ、違う、なに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 、あ、一番いいコース選んだ、今。何のコースかわかんないまま選んじゃったよ。シュッ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 、ピキンピキンピキーン。まあ、お金かけててもこいつ結構便利だからね。やっててもいいかなと個人的には思います、ザンス。グッドのバトル練習してね。それじゃあまた次会うまでさ、ようなら。ハローご機嫌いかが、私の名前サンデール砂漠キュート。今後とってもラッキー、私の歌まで間違いする不思議なパワー。はい、かける。あー、やっぱあれだね、50コインかけてるね。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ。お姉さんに50コインは価値あるからね。なんだ、何かあげる。いいよ。ライムあげる。どうぞ。おー、物くれた。あんたいい人だね。あー、あげたいけど。レモンも欲しいってところかな。そうか、レモンとライム両方あげなきゃいけなかったんだっけ、確かね。あげましょうか。ピューン、どっか入ってった。レモンとライムで買収できるなんて、なんて安っぽいやつなんだ。じゃあ仕方ねえ。おめえと戦ってやっか。あー、くそ。ちゃ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 あー、ちょー、あー、ちょ、待って、一回ちょちょ、こういう時にミスるんだよな。クリオチャージって思うじゃん。残念でした。シュル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 。なんだなんだなんだ、あー、いらんいらん。全然いらん。今、全然いらんわ。ダメージ減るんでしょ。カーン。全然いらんかったわ、今。ピッ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 ドゥフ。で、万が一、こいつが、変わったらめんどくさい。カメキにしとこう。変わったらじゃあ、仲間呼んだらめんどくさいから、やよね。呼ぶ気がしたよ。生えてきます。あれ、ちょっと待って。さっきさ、ボルドを倒したときさ、星3つじゃなかった。星3つですじゃなかったっけ。あれかな、敵の数が多かったからってことなのかな。また生やしてきやがってめんどくせえな。チュイッとチャチャチャラチャ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 
なんか、場合によっては、氷点下まで行くらしいというね、超絶恐ろしい地域なんですよ。だから砂漠って、さ、なんであの、あんなクソ暑い中で、ちょっと待って、サンボ普通に早くね？そして、多いな！まあいいや。ピッピッピッピー。で、守備にしましょう。あ、でも守備って2しか与えられないんだっけ？めんどくせ。よいしょー。まあ、どうせなんだっけ。さ、オアシス行ったら、コイン回復してもらえるからね。うん。だから、砂漠って草厚いじゃなんかさ、なんであんなターバンになってんだって、まあ、一つ太陽に焼かれないようにっていうのと、一つはもう一つ寒さ対策ですね。あいた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 。よいしょ。パパパパパパパ。はい、終わりです。よいしょ。まあ、コインも返ってくるし、スターも集まって、いい感じだね。まあ、12個集まったら結構でかいよね。ピューピューピュー、チューチューチュー、チュー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 、パンパパカパッピーン。おぉ、ハニシロ。ハニシロは嬉しいんだけど、なんか後ろから怖いのがいっぱいついてきてるから適当に取ってほしい。てか、コイン消えんの早くね？ビビるくらい早かったんだけど、今。落ちてきます。レモンもあげたらさすがに、苦いレモンの匂い、雨が降り止むまでは帰れ。帰れ、ぴょ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 、くるくるくるくっと、よいしょ、シューシュー、引っかかってます。オッケー。で、こっち行って、まあ、しなびたキノコっていうのは多分あれだよ、40、50代以降のね、あれですよ、男の根元ですよ。いいよ、あげるよ。これ、一気にあげないとダメとか、そういうめんどくさい仕組みないよね。これはでも私のデコブツ、デコブツ、あんた一人だって証拠だ。ロレンチュに会う方法。まずこの町に行くことだ。忍びたキノコ、ボロボロハンマーを買うんだ。買う順番は忍びたキノコ買ってからボロボロハンマー。あ、オッケー。また知りたいこと。もう、いっぱい。ああ、そういうことね。それはあげないっす。俺、ケチンボなんで。カラカラの実は単体で食うのがいいのかな？それともなんか、何かと組み合わせる方がいいのかな？まあ、でも、とりあえず、そのままじゃ食えないから、おうなしチューチューショップ売りに来ました。今のところいらないのは、全部安っ！まあ、いいや、卵は。いや、いいっす。てか、この順番だったらさ、なんかたまたま買うやつとかいないの？やばくない？お？むむむ？ってことは、ロレンチのエブンにしてるってことは、あんた仲間だな。よう、兄弟、何か聞きたいことがあれば聞いてくれよ。でも、ロレンチョ親分に会うための、なんだろう。なんか、ヒントとかって別に俺ら探してないのになんか、なぜか、ロレンチョ親分に会いたいマリオみたいな状態になってるのに、どういうことなんだろう。マリオ、お前、一体どこからその情報を知れてきたんだい？ん？送らないからお父さんに教えてごらん。パパに教えてごらん。ジュルルルルン。旅人中さん。旅人中さんって誰だ？旅人に中する人さん？チュルチュンチュンチュンチュルチュンチュンチュン。おめえがロレンチだったの。いやあ、いい人また会えたね。ここまで来てくれて嬉しいよ。ファッサー。私がロレンチ、あんたが探していた男だ。普段モノクレート名乗ってカラカラタウンを見舞っているのだよ。また一人本物の人と知り合って嬉しい。今たくさんのあんたほどいい人は滅多にいないよ。確かマリオとか言ったね、アラビン遺跡に行きたいのだとか、ここまでたどり着いたこのロレンチはあんたに秘密を教えたけど、アラビン遺跡若い族、センター一の大事な族、わーるやつ遺跡に入れるわけにはいいかな、あんたも秘密の遺跡に、誰にも教えてはいけないよ、これまたにやろう、やったピカピカストーン。そのピカアラビン遺跡にしてる、それをもっと砂漠に行くのもしすぎる重要だ、あんたのピカピカピカストーン、輝く遺跡に近づくピカピカストーンが激しく光って、一番早く点滅する場所、どこか遺跡に全部いつぺーいや。まあ、あんたほどピカイチにいい人はいないって言ってくれたのはすごく嬉しいんだけど、操作してる私は性根が腐ってるから気をつけてね。ということで早速ですが行きましょう。多分ね、左上にね、どん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 行けばいいんじゃないかなと思ってるんだけど、よいしょ、ちゃん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 、あ、ほら、光り始めた。ちゃちゃちゃらちゃちゃ、あ、ちゃ、え？ちゃ、あう。お。
ちゃ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 、めんどくせえな。で、よしと、こんな時にあいつにしとけばよかったね。あてってってって、ビシッ。ちょちょちょ。よいしょ、課金。ほほ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 。やばいやばいやばい。ちょっと喉がおかしい。ごめん、画面普通に見てなかった。どうなった？あ、死んでる。どまい。あおってことで、ハンマー。プップップピンボフ。カメキーボンバイエーイエスーサラバイエスーなんだ？あー、この時にスターポイント2倍？全然いらねえや。はい、しかも2倍かよ。オッケー。オッケー、チュッチュッチュッて、あーなんかわからんけど先制攻撃成功。てぃてぃ、50枚コースにすると何回あれ占いをしてくれるんだっけ。ラスト、なんか占いもうおしまいですみたいな、なんか教えてくれるんだっけ。それなかったっけ。それがあると嬉しいんだけど、ないのかな。よいしょーよいしょー、まあ、とりあえずあれだね、アラビ遺跡着いたら終わりかな、このパートは。つくのかな。よいしょ、慣れてきたもんですね。ちょっととりあえず仲間チェンジでクリにしとこう。クリオリスにしとこう。クリオークリオークリオとリス。チャ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 パカパカパカパー。オッケー。でもこれ真ん中だけなのかな。あとは多分砕いたら終わりなんだろうな。あ、やった。6、7、8。ちょっと溶かした分のコインをね、いっぱい稼がないと、今95でしょ？300くらい稼いで帰らないとね。よいしょ。あー、ダメでした。残念でした。わー、こいつとは戦いましーん。ピキッ。ちょっと反応が強くなってきてる？お、やった。こんな隠しコインがいろいろあるもんなんですね。まあ、全部行ったらいいんだけど、なんか砂漠のなんか全体図を表してるさ、なんか攻略本とかあったよね、昔ね。もう覚えてないからあれなんだけどさ。ピキッ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 出てくんのか。ドゥル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 ド周り巻き込みすぎてやべえってなるような。さあ、で出てきましたよ。ワンワン！ワンワンワン！はい。ということで、こっち行くと？で、こっち戻ると？あ、普通に遺跡になってる。はい。じゃあ、どうしようかな。一旦、ここで終わりにしましょうかね。はい。まあ、次回からアラビン遺跡攻略パートということで、ゴリッとやっていきたいというふうに思いますので、ぜひね、また次回パートはチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、ご覧いただけたら幸いでございます。ということで、本日は以上です。またお会いしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしく。ではまた、バイバイ。